こんにちは。こんにちは。今日のアプリのお時間です。イエーイ。その前にマミル先生、マミル先生のそうですよ、ね、その状態、中二病、中二病の中二病発病したわけではなく、まあ、中二病もともとちょっと発動しかかって患ってはいます。患いち患いち患ってたんですか。 これはちょっと中二ではなくて、はい、物もらいができてしまう。 もう 今や下まぶたにできたんですよ私。でなんかね、ここがね、あの殴られたみたいな あざみたいになってて、ちょっと大変。パッと見ちょっと勘違いをされそうだから、うん、これで隠してる、はい、あとちょっとこれを楽しんでる。楽しんでますね。これ結構インパクト強かったです。インパクト強かった。事務所でもおーってなってもうなんか言われすぎてちょっと恥ずかしくなってきた。なんかスペック持ったのかなっていう。あるね、スペックね。そうそうそう、もしくは東京グールの金木くん、ね、あ、そうなんですね。わかんないね。わかんないね。はい、というわけで今日も本題夕方5時から更新しております、はい、今日のアプリ、はい、今日は、はい、まおちゃんもいるということで。珍しく。そうなんですよ、はい、私が、はい、まあ、やっております、うん、社長を務めておりますアップライムの新作と思わせて実はアップデートなんですけれども、この季節にぴったりのアプリを持ってまいりました。よろしくお願いします。イエーイ。これは待ってました、はい、アプリ名は、はい、iPhone の説明書アプリ。あ、超便利なやつです。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ということで、中身をね、うん、iOS8 に対応しまして、最新の OS にね直しました。はい、ということで中身ちょっと見ていきましょうか。お願いします、はい、まずトップ画面はこんな感じで、うん、初級中級上級と分かれているわけですね、うん、で初級、ま、あのこの季節4月ですから、うん、新しく iPhone ね買ったりとかするじゃないですか、うん、あるそういう人たちにぜひ見ていただきたいのがこの初級のとこですね。もう箱を開けるからありますよ。丁寧すぎじゃねえか。どこから開けたらいいんだろうみたいな。そうそう、なんかね難しいからアップルの箱とかね、ああカッター入れてちょっと開けましょうって。ここ引いてここ開けてこうやってみたいな。そこまではないけども、パーツの、ね、紹介とかこのコンセントの、ね、やつとかも入ってますと。で下に行くと次に行けるのかな、こうですね、うん、でもう電源の入れ方からもう超基本的なところ、うん、もう丁寧に、うん、書いております。でもこのアクティベートのとことかさ、はい、E メールの設定とかさ、うん、地味になんかやってもらえへん時とかあるじゃないですか。ありますね、ありますね、うん、家でやる時分かんない時多いんですけど、こんにちは、こんにちは、最初のやつ、ね、真っ白だしね、ちょっと若干変おかしいですけど、こんな感じで詳しく説明書いてあるので、この通りにね、あの iPhone を設定していただければ使えるようになりますということで、うん、iPhone を新しく購入した方とかはぜひこちらをご覧ください、はい、そして隣、うん、操作の説明ですね、うん、こちら、うん、iPhone のおなじみタップとかダブルタップとかスワイプとかいろいろありますけど、うん、その紹介もこちらにしております、うん、なんかもうちょっとテンション上げてもらっていいですか。テンション上がってるよ。いやいやいや、ちょうどよ。いや、真面目な全然真面目な説明を真面目な説明、真面目にね、そうそうそう、なんかすごいなんか一人で寂しい気持ちになっちゃって。大丈夫大丈夫ですか、うん、いいですかね。おうおうで入力ほらキーボードの入力とかも、うん、わキーボードか。キーボードな、逆に嘘くさくなってんじゃねえか。もうなんだよこれ。眼帯してテンション。そうね、ありがとうございます、助かります。フリック入力とかね、こうありますよ。フリック入力ね、うん、最初はやっぱ iPhone 変えたばっかつまずくところだよね。つまずきますね、わかんないですから。携帯打ちっていうか、トントンタップしたもんね。トントンね、確かにトントンね、うん、まみれトントンタップしましたけど。これ一回慣れないとなんかあのできないけど、慣れた方が絶対いいからね。早い、早い、うん、効率がね、よくなりますから。これ多分動画見てる人もまだトントン打ってる人結構いるんじゃないですかね。トン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 ってしてるかもしれない。電車とかよく見ますよね。ああいる。めちゃくちゃ早いの。タタタタタタ。あれさ、でも行き過ぎてさ、あーってならへん。もう一回繰り返さないとみたいな。あーもう。フリックでできるんですよ、全部。ということでこれを見ればね、そういうとこもわかりますから。で、さっきからちょっと上に出てたんですけども、これ右上のプラスボタン、これを押すと。ブックマークできるわけですね。よく見るやつとか、そうです、そうです、また見ときたい、うん、でそのブックマークっていうのはですね、このその他のブックマークした記事を見るっていうところ、その他はどこで押したの。今ね、下のメニューを切り替えました。右下の下のバー、ね、そうですね、ここのブックマークを見るとさっきねブックマークしたこういうやつが、ここから簡単に見られるようになってますので、これも
ぜひ使っていただきたいなと思います、うんうん、そして次、うん、比較通信キャリアによる違いということで、うん、iPhone 今どこもソフトバンク AU と全部いろんなキャリアありますから、うん、そのキャリアごとの設定方法をそれぞれやりました、うん、私ねずっとねソフトバンクやけどね他のキャリアになるってね分かんなくて分かんないですよね分かんないお母さんが AU でちょっとこれ教えてって言われたけど AU のこんな画面私見たことない確かに結構分かんないし、うん、確かに、うんうん、であの友達とかからね、うん、あのそうやって聞かれることもありますから、うん、これもねぜひ教えてあげていただきたいと思います、うん、インストールしてもらおうかな、はい、あそうですね、 ねこのアプリインストールしてそうなんでインストール教えてあげてくださ い。そして、中級ですね。ここからは iPhone をもうすでに使っている方でもぜひ見ていただきたい項目になります。裏技的なもんそうなんですよ。覚えておきたい使い方ここですね。でね、よく見るとあれこんな機能あったんだっけみたいなの全然あるんですよ。そうだからこれをね見てるとね結構面白い。例えばスライドショーで見るとかありますけど、写真撮った写真をまとめてスライドショーで見る方法ですね。こういう感じでスライドショーで見たことある人の方が少ないんじゃないか。確かに確かに。だからこの機能気づかないことありますけど、なんかね使える場面出てくるかもしれませんから。フォトストリームとか超便利だよね。便利、うん、便利ですねこれ。だって端末がもしさ、うん、水没しちゃったりしてもさフォトストリームがあると戻るっしょ。戻る。あの入ってるよね勝手に。勝手に入ってる。写真が、うん、パソコンとかでもチェックできるしね。うん、でこの設定、あ Mac の方の設定方法も書いてあるので、もう完全にできるようになってますから。うん、はい。なんか気になる項目ありますか、アミル先生。どうぞ見てください。カレンダーに祝日を表示って結構、うん、これ最初のあるよね。そうそうそう。でしておくと便利だよね。便利、めっちゃ便利。うん、これ、ね、やってる。かなりいい。え、見よう。見ましょう。下のカレンダーをタップしの、あ、なるほどね。日本の祝日って項目が簡単やね。これだけでいい、ね。これで表示されるようになると、うん。なんか昔はさ、特定のリンクをクリックして、うん、なんかインストールみたいなね、しないといけなかったね。マジか。あった。へえ。やっぱ iPhone も進化してるね。進化してますね。進化してる。進化してる。よいしょ。他は？あ、みんなバッテリー残量のパーセントなんか、そう、私もやってる。バッテリー残量の勢いがすごい。いや、これだわ。と思ったこれこれ。いきなり来たからびっくりしちゃった。なるほどね、電池の隣にバッテリーのパーセント、いやこれね、うん、もうね表示するすごい分かりやすい、うん、数字で表してくるから私もやってるしずっと。本当だ、やってますね。え、ブリちゃんは？私ね、やってないね。あのそう数字にあの惑わされる生活は。私もね、もうねやってないの。え、なんで？私もやってない。なんで？知ってるんだけど。そう、知ってる、知っててあえて消してるタイプの。私もあえて消してる、あえて消してる。なんか、なんか、なんなんですかね、この気持ちは。なんか、例えば、あの赤いさ、最後のさ、5% とかあるじゃん。ある。あの時さ、5% と 1% ってさ、もう中断しないとっていう気持ちのさ、スピード感違うじゃん。5% やったらさ、まあまあまあ、探しながらこのゲームしつつで、できるけど、いっぱい、いっぱい、やばいやばいやばい。スピード変わりますね。ゲーム動いてた瞬間にもうやばい。確かに。すぐ切れたらなんか、あ、終わった。終わったみたいな。セーブされてない可能性とかありますから、スピード感は確かに違う。でも私は表示しないタイプなんです。なるほど。そうなんだよね。スタイリッシュな人は表示しないっぽい。いやでもね、なんかね、マオ先生なんで表示しないですか？私も、うん、数字に惑わされ、縛られたくないっていうね。あとドキドキし、ドキドキする。ああ、わかりました。ハラハラ感を味わう。楽しんでる？え、楽しんでる。楽しんでるんだ。ドキドキしてる。そうなんだ。ドキドキしたくない。20%の時にポップアップ来るじゃん。で、10% の時にも来るじゃん。来ます来ます。この間がどれくらいなのかってのはすごい楽しいの、なんか。さっき 20% 来たから、まだ 10% まで時間あるんだって。ちょっと変ですね。違いますね。ちょっといろんな理由がありますからね。人それぞれですからね。まあ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 。はいはい。盛り上がったところで次。あ、今のパスワードもね、うん、なんか、4桁より複雑なパスワードをかける。あ、マジできんの？知らなかった。無理？え？嘘でしょ？本当？知らなかった、マジで。これ、4桁打つのめんどくさい時とかさ、逆に、ね、1文字とかでもいけるじゃん、これ使うと。あ、マジで？そう、逆にいいんだよ。めっちゃ楽。あ、そうな、あ、しかもね、パッと見4桁じゃない。うわ、なんか何桁も入れなあかんのかって思わせて、うん、あの、なんか1とか。そうそうそう。へぇ。あとなんか、これやってる人にしたら、ね、うん、言ったら迷惑かもしれんけど、スペースでもいけるからね。
そうなんですね、うん、そう迷惑ちょっとね迷惑だまあでもほらでも一見複雑そうに見えるからそうそうそう、うん、スペース2階とかで惑わすのもあり、うん、心理戦みたいなってくるんですか。大事だよね。大事。いつも立ち会いで使うじゃないですか、うん、あの6とか6プラスってだから私パスワードをほとんど入れる機会ないんで、うん、知らなかった。本当にこんな機能あったんだと。よかったね。びっくりした、うん、すごいね。ブリちゃんでも驚きが驚いちゃった、はい。見当たらないアプリを探すとか結構自由だけど、私ねよく聞かれる。あるあるある。 iPhone の中に何とかがなくなっちゃったんですよ。すごい Twitter とかで攻略アプリがなくなっちゃいました、これバグですかって聞かれるんだけど、はいはいはい、これで探すとねどっかのフォルダの中に入ってるとか見えるもんね。確かに、うんうん、この上のねスポットライトで検索できると。ですです。しかもこれサファリで、うん、サファリ自体がフォルダに入ってないからそのままやけど、うん、なんかフォルダに入ってる場合、うん、フォルダ名がね右に出るんだよ。あ、それも便利だね。あ、出る出る出る、出ますね、うん、で確かに、あ、そこかみたいな、出しとこうみたいな、もう分かりにくいから出しとこうみたいな時とかね、うん、いい、便利、うん、便利ですね。他に何かありますかね。これ中級でしょ。これ中級。まだ上があるんでしょ。そうなんですよ、まだ上。じゃあ上級いきます。さらに iPhone 使いこなす上級。朝だから、ね、え、もうフォーカスと露出を固定する方法とか結構知らない方も多そうですね。いや、これ結構 iPhone のカメラ使いこなすって難しいですね、うん、難しいですね、うん、そのままでもかなり綺麗に撮れちゃう。うん、撮れますね。便利だよねこれね、うん、これは、あ、長押しすると固定できるんだ。 AE スラッシュ AF ロックって出てきたらもうロックされてるよて、うん、なるほど。なかなかね長押しとか気づかないですからね、うん、あんまりね、うん、使わないとね。あ、閲覧履歴を残さない方法とか、なんかみんなが好きそうなやつ、サファリ、これ、みんなが好きそうなやつありましたよ。右下のタップしてサファリですね。プライベートモードで出た。検索履歴自動入力の情報がサファリに保存されません。え、一切されないのか。要するに荒れなやつとか検索しても残んないとか。荒れなやつとかも大丈夫です。荒れなやつバレません、いろんな人に。大丈夫です。荒れなやつを検索されてる方プライベートモードどうぞ。今のなんだよ。ファミル先輩面白すぎでしょ。だそうですよ、はい、プライベートモードでね、なかなか使わないかもしれないですよね、うん、知っとくといいですよね、うん、自動でプレイリスト、あー、なるほど、ジーニアスだ、ね、パソコンの iTunes からこれをオンにすると自動でね、うん、上級まで行くと結構ね、うん、ハードル高いやつやってんね。確かに、うんうん、上級者向けだわ。上級者向け、うん、これも自動で音楽を聴いてる方とかね、うん、バナーの通知をすぐ消そう思ってあれかな、シュッてやつかな。あ、上のやつだ。 LINE とかでこう来た時に、うん、上にシュッてスワイプすると、うん、消え、すぐ消えるっていうね。上だったんだ。前さ左にしんかったあった、ね、あったあった。今の OS は上なのか。上ですね。上にピュンで非表示にできる。ありましたね、うん、ちょいちょい操作性変わってます、ね、変わってるんだね、うん。あ、紛失した iPhone を探す方法とかどうですか。ああ、これね、うん、事前にやっぱ準備しておかないとだよね、うん、そうなんですよね。やっとけばよかったってなるからね、うん、なる。高いしね。高い、うん、高い。そんな簡単に買い替えられないじゃないですか。そうなんですよ。毎年買うのがね、高い。結構厳しくなってきたよね。アットバンドといえば、うん、そうだよね。すごい欲しいから買うんだけど、毎年10万弱ってね、高い。パソコンと同じくらいですか。そう、MacBook Air より安い。あ、高い。いやー、びっくりですよ。 いや、いいんですよ、値段の話はいいんですよ。こう設定から iPhone を探すと Mac から iPhone を見つけられると。私ね、一回これ使ったことがあって、会社に来て帰る時かな、 iPhone 持ってなくて、やべえ落としたと思って、 5S だったんですけど、多分買い替えたばっかりで、もう人生終わったこれはと思ったんです。で、しかも多分なんかそのパスコードとかも簡単なやつにしてて、これほんとやばいぞ、仕事のなんかいろいろあるしと思って、これオンにしたんですよ、うん、で家帰ってやったらね、会社にあった。
会社のね新宿のところにピンピンって出るんですよ。よかったね。よかった、本当によかった。終わったと思った。終わったと思ったから生還しましたけど、だからこういうの大事ですよ。事前にね。これしか Mac じゃなくて Windows でもできんじゃないの？なんか iCloud を検索して、うん、あできますね。これ Windows でもできるよね。iCloud の Mac 以外でも。サイトからもできる。うん、はい。知らないものがいっぱいあるありますね。結構ありますよこれ。まあもう iPhone の機能とか分かってるし、うん、もう大丈夫だよっていう方も、うん、例えばこの最新 OS のタブとか見てみると、なるほど、新しく追加された機能とか実は意外と知らなかったりするんだよね。それはね知らんわ、うんうん、ファミリー共有とか新しいやつですから ね、うん、そう。あと人気検索ワードとか最近私結構注目してて、人気検索ワードとはアップストアの、うん、例えばマックス村井さんのちょっとマスター出た日あったじゃん、はいはいはい、あの日人気検索ワードにここにマックス村井って出てましたよね。出てた出てた出てま、ね、出てました。そうなんですよ。そう結構ここに出てくる面白ワードがあって、うん、タップしたくなっちゃうんですよ、ね、そう、見たくなっちゃう。そう、うん、だから今みんながどういうアプリに興味持ってるかみたいなのが分かるので、これもね結構見ますね私たちは。へえー、なるほど。もうね、あのね、ライター時代の時はすごい前な記事書くためにチェックしたけどね、うん、ライターのじゃなくなってからね、新しい iOS についてね、うん、チェックしてないからすごい、はぁ。でもさ、アルバム内の画像表示非表示機能とかさ、えっと思わない？え、どういうことこれ？私も今さ、えっと思った。え、非表示したやつどうなんの？そうなんですよ、こういうモーメント内から非表示にされる、うん、え、なんかあれな画像を非表示にするの？出た、もうあれな、あれな画像撮ってても大丈夫です。これでもダメでしょ、だってアルバムには残った。アルバムのこと、あ、そうか、ダメか。あ、アルバムからは消えません。なるほど。マオ先生攻めますね。攻めるね。あれ？アルナ画像の保存している方はこの機能をお使いください。、はい、ありがとうございます。待ってました、そのまとめ方待ってました。嬉しいです、ありがとうございます。だそうですよ皆さん。アレナ画像ってなんだよ。よくわかんない。もうダメだダメだよもう。はい、そんなわけで、はい、ちょっとじゃあ締めてもらっていいですか？あ、締めます、うんうん、はい、ということで、うん、iPhone の説明書 iOS 8に対応しまして、まあ、あの4月に買った方はもちろん、うん、今まで iPhone ずっと使ってるよっていう方にも、うん、あの便利な情報が満載ですので、うん、ぜひ使っていただきたいなと、はいはい、お父さんお母さんとかに iPhone の使い方を聞かれて、そうなんですよ、え、ちょっと教えてられないんだけどっていう方も、うん、ぜひお父さんお母さんにこのアプリ入れとくといいよと、はい、このね、友達に教えるってとこからメールとかでも送れるんですよ。このページ送ったり、そのアプリのね、ダウンロードのリンクも入ってるので、うん、もうね、ぜひ友達ご家族におすすめしていただきたいなと思います、はい、ということで、うん、本日17時のアプリは iPhone の説明書でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。割と長くなったな。盛り上がっちゃった。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。